ございます。ありがとうございます、はい、レッドロック行くのは初めてですか？初めてです。どうですか？めちゃくちゃ楽しみしましためちゃきついですよ。そうなんですか？そうなんや。もう足上がらないから、嘘だ。そうですか？軽い気持ちで来たんですけど、あのラスベガスに行くって決まってやっぱりちょっと調べてて、うん、観光地とか、うん、そしたらもう結構トップの方にレッドロック出てきてるので、うん、結構画像とかでは見てたんですけど、うん、で実際にこう山井さんと行けるっていうのがもう本当に楽しみです。Welcome to BBB Channel ということで、今日はこのレッドロックだね。日曜日で鉄なかった。今日一日寝たかったでしょ。いや、とんでもないです。ごめんね。いいえ、そう、楽しみです。はい。なんてこと言いますか。まあ、ラスベガスにせっかく来たから、はい、まあ、ジムと多分スーパーと家の往復しかしてないと思うんだけれども、はい、今日はこの自然にちょっと触れ合おうということで、まあ、あいにくの天気というか、向こうの方で晴れてんだけど、ちょっとなんかここ、雲がすごくて、意外と寒いね、今日ね。ちょっと暖かくなってきたと思ったんだけど、日本でいう、日本の11度ぐらいで、アメリカのなんていうの50何度なんだけど、多分日本で11度ぐらいでしょ。だから寒いんだけど、多分上がっていくうちに、歩いていくうちに温まっていくと思うので、今日はじゃあカーディオよろしくお願いします。はい、お願いします。暑い。暑いです。Very hot. Got a long way to walk.自衛隊からまあ大丈夫です。はい。はい。Sakura, you can do it. Come on, come here. Yeah, just anywhere comfy, right here, and I can just always move the camera around. Don't worry.Hide, are you tired? I'm tired. I'm ready to go home. 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 I think they wanted like sitting place. Fuck.
今日のご飯は、今日はご飯300です。今日はオフデーなんで、ご飯300とこの鶏肉250です。自分の場合増量期なんですけど、あの日曜日はいつもオフなので、このタイミングでいつもは400取ってるのを 300g にして、ちょっとオフの時の調整もしてます。うん。自分は魚を 100g と米を 150g です。美味しそうだな。美味しそうだ。炊飯器はそこにあったご飯。テラピアってなんか結構癖があるんだよね。そうですか。あ、大丈夫。全然大丈夫。俺もテラピアなんてもう、そうなんです。何十年も食べてるからもう匂いもかけない。だけどティラピア美味しい。最初美味しいと思った。それ何コスコで買ってるの？はい。冷凍のやつ。はい。これは、ライスが 100g と、ビーフが 100g、あとターキーで 150g です。で、僕はハイカーブとローカーブで分けてて、日曜日はトレーニングがオフなので、今日はローカーブの日です。はい。美味しいです。味付け忘れたんですけど。味付けなし？あ、ちょっとソルトが入ってるぐらいですね。まあまあちょうどいいですね。美味しい。さくら、What are you eating？ さくらは今日はあの木の破片を。繊維っすよ。木の破片を10g。俺もこれ食べるか。You can steal。ダメだ、ダメだ。さくら is like, where's mine？さくら、シューズ。なんか肌が弱いんでしたっけ？あ、おいしい。というわけで、どれぐらい歩いたのかな。大した歩いてないんだけど、なんかもう俺が疲れたということで、まあ、3人は全く疲れてないんだけれども、とりあえず今日は、まあ、カーディオという名目というか、カーディオという目的来たんだけど、俺がまず疲れたので、さくらもこれで行き倒れたら困るので、さくらもこれもう食べたい、もう物が食べたいって言ってこう引っ張って、今なんか木の幹を食べようとしてるということで、これから帰ります。よかったね、めちゃくちゃ良かった。よかったね、ラスベガスの自然に触れ合えて。じゃあ校長、これから毎日ここで。いや、それはやばいっす。あと5週間レッドロックで。レッドロック。そしたら多分完璧に仕上がりますよ。レッドロック内で死んでるかもしれない。引き倒れるかも。ということで、ラスベガスに来た時はレッドロックもぜひチェックしてみてください。それでは帰りましょう。はい。はい。